熱海市の土石流災害から今日で3年です。現地では追悼式が行われ、参列者が犠牲者を悼みました。2021年7月3日、熱海市伊豆山で大規模な土石流が発生し、災害関連死を含め28人が亡くなりました。午前、被災現場近くの小学校では追悼式が行われ、参列者が花を手向けました。避難生活を強いられている住民の皆様が安心して帰還でき、一日も早く穏やかな日常を取り戻せるよう努めてまいります。そして最初に通報があった午前10時28分にサイレンが鳴り、被災者らが犠牲者を悼み黙祷を捧げました。今日のサイレンのその音を聞くと、3年前を思い出すような、なんか悲しい思いになりました。1年目からずっとこの7月3日になると、なんとなくこう体調が優れないなと思っていて、やっぱり忘れられない部分があったり、戻れないことへのストレスだったり、そういうものがあるのかなと今朝ふと思いました。警戒区域は去年9月に解除され、住民が元の家に戻れるようになりましたが、いまだに63人が避難生活を続けています。